コメントをしてくれ。アレクサ、今からゲーム実況するよ。準備はいい？ちょっとわかりません。はい、どうもシェモです。今回はアレクサと一緒にマインクラフトをやっていきます。アレクサ喜んで。わかりませんでした、ごめんなさい。いや、でアレクサと今回はマイクラをやっていくんですけど、前回のライブ配信でエンドラ無事倒せました。アレクサ、エンドラ倒したよ。ちょっとよくわからなかったです、ごめんなさい。まあ、アレクサ、エンダードラゴンって知ってる？引き知りちゃった時点によると、エンダードラゴンとはマインクラフトに登場するボスモンスターであるです。まあ、こんな感じです。アレクサと今回はマイクラやります。じゃあ前回はエンドラ倒して、エンドラ倒したんだよ。うん、で何回も死んだから、そうだ、木がないんだ。飛びます、木があるところに。アレクサ、今からテレポートするよ。すみません、うまく答えが見つかりません。ちょっと待って、アレクサをうまく活用する方法が思いつかない。アレクサ、飛ぶためにはどうしたらいい？提供できるものがたくさんあります。アレクサ、やることリストを削除して、アレクサ今日は何の日、またはアレクサ勉強の時間のリマインダーを設定してと言ってください。あれ、俺の滑舌が悪いのかな、アレクサの聞き取りが悪いのかな、どっちなんだ。まあいいや、はい、アレクサ、マインクラフトについて解説して。マインクラフトはスウェーデンの YouTube チャンネルです。12年前の2010年12月21日に開設されました。 YouTube 総再生回数は17億1736万2184回、チャンネル登録者数は1060万人です。すごいな、すごいね。うん、アレクサ面白いよ。じゃあタラーン、エンチャントテーブル。アレクサ、エンチャントテーブルについて解説して。アレクサ、エンチャントテーブルについて解説して。これは私が翻訳した。待って、ラピスラズリがない、ラピスラズリがない。いたします。エンチャントテーブルは道具、防具、武器、原材料に特殊能力、霊、シルクタッチとパンチ、彼らをエンチャントするには経験値オーブで。ネズミ捕りを装填してループをスプリングの周りに結びます。待って、なんかものすごいグロテスクなこと言ってるけど、パンやバードシードを餌にして当たるのを待ちましょう。鳥が罠につくと箱が落ちて鳥をその下に閉じ込めます。おっと、ダメ、おっ、きたー、ダメージ増加4、いきます。おお、でかいでかい、めっちゃいい。ドロップ増加もついてる。お、待って、強っ。ちょっと待って、強すぎた。強すぎました。はい、強すぎました。はい。ちょっと強すぎたかな。ちょっと強すぎたね。うん。まあ。じゃあね、ダイヤツルハシのエンチャントをしていくんですけど、まあここは次回にしといて、アレクサ、次回の動画の見どころを教えて。アレクサ、次回の動画の見どころを教えて。ちょっとよくわからなかったです。はい、ちょっとよくわかんないらしいんですけど、まあ次回もね、アレクサと一緒にやっていこうと思うんで、まあ、アレクサとやるかわかんないけど、でも最も入れていきたいんで、
ぜひ皆さんコメントとチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあみんな最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。